コモ県はガボニエスチュエール州東部の県。県庁は看護に置かれている。1975年12月18日の行政改革時に設置された。隣接するコモモンダー県と区別するため、県庁所在地にちなんで、コモ看護県と呼ばれることがある。面積は9928平方キロメートルで、エスチュエール州では最も大きい。 人口は17,575人。3つの関東と1つのコミューンからなる。ガボン、アドミニストレーティブユニッツ、エクステンデッド、geohiv.com。2016年4月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年5月17日閲覧。デパートメンツオブガボン、statoids.com。T A T o I D 2018年5月17日閲覧。ガボン、アドミニストレーティブディビジョン。シティ・ポピュレーションで、2018年5月17日閲覧。リザルト・ツグ・リボージュ・リーセンスメント・ジェネラル、デラ・ポピュレーション・イデ・ロジメンツで2013、DU ・ガボン。2018年5月16日閲覧。ありがとうございます。